皆さんこんにちは。2022年土地家屋調査士試験記述式問題の回答速報、これから始めていきたいと思います。担当はレク専任講師木村です。よろしくお願いします。はい、まずは本試験お疲れ様でした。いかがでしょうかね。皆さんいろんな気持ちで、ね、聞いてらっしゃると思いますけれども、まあ、書式問題に関しては土地と建物、ね、こちら、まあ、どっちからやったのかっていうところでも結構合否を、ね、分けるポイントだったんじゃないかなと思います。まあ、そういったことも含めて今日は、ね、ざっくりとポイント的に解説はしていきたいと思います。はい、では今日使っていくものなんですけれども、まずはご自身が受けてきたこの問題ですね。はい、こちらの方の問題と、はい、あとは PDF でアップしていると思います。こちらの方もしよかったらね、プリントアウトしてもらって、で、横に置きながら見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、では早速、はい、土地からね行きたいと思いますけれども、どうでしたでしょうかね。土地はかなりびっくりしたんじゃないかなと思います。まあ、ここ最近はやはり土地にしても建物にしても、まあ、読解力が非常に重要なポイントになってくる、まあ、こんな年がやっぱり続いています。一昔前の座標計算がすごく大変で、でも問題文は短いよなんていう年は、まあ、これはやはりねもう終わって、今はもうどうしても問題が長くなる、だから読み取りが大変、登記の目的、ね、これ間違えちゃったっていう声もちらほら聞きます。で、今回に関しては、まあ、急構図なんていうのが出てきて、ね、あの漢数字で書いてある、ね、あの図面が出てきて、あれでやはり実務全くやってないっていう人はなんじゃこりゃ、ね、もうそこで一瞬時が止まってしまった、そんな声も聞きました。で、なんといっても問題文の長さですよね。長い長いとは言っていたけれども、今回9ページね、もうこれは最長だと思います。9ページの問題をまずはそれを読解する、ね、もうそこでちょっと心折れそうですね。で、まずは土地から行く人も、まあ、何ページあるのかなっていうのを確認した人は、あ、これちょっとやばそうだな、建物から行こうかな、そんな風に思えたかもしれない、ね、でもまあ私は解くときに土地から行ったんですね。で、急構図のところまで来て、あれこれどこまで続くんだろうと思って初めてページをめくって数えたら9ページもある、まあ、そんな状態でした。じゃあこの土地の問題全く手が出なかったのかっていうと、まあ、実はそうでもなくて、ね、もうそこでちょっとパニックになってしまった、で時間をめちゃめちゃそこで使ってしまった、建物の時間ほとんどなくなっちゃった、そんな声も聞きます。ただ9ページの中でも不要なページ、ね、要は不要な文章というのが結構あるんです、ね、だからそういったいらない情報を、まあ、これ捨てて、ね、で必要な情報だけをきちんと集約してやっていくと、座標計算自体は、まあ、そんなに難しくないですよね。もう本当に、まあ、特殊な線の交点計算、ね、まあ、そういった状態で座標計算はもう本当に難しくなかった、ね、なので落ち着いてきちんと読み取れればかなりの高得点が取れたっていう人もいることは事実なんです。なのですごく二極化、全然土地で取れなかった人と、あとはまあほとんど、ね、まあ、満点に近いぐらい取れた人と、すごく分かれるところだったんじゃないかなと思います。あとは建物についてはもうこれは難しいか優しいかと言われたらかなり優しい部類に入ると思います。なのでもし土地でやっちゃったっていう人も、択一と建物でしっかりと点を取っていれば、それはまだわからない、十分可能性は残るというふうに思います。はい、まあ、そんなふうな問題だというふうに思っていただいて、じゃあ実際に問題少し振り返っていきましょう。はい、では問題ね出していただいて、はい、土地からね行きたいと思います。はい、で今回私が実際に本試験で、まあ、会場で受けながらもう書き込んだものをそのまま持ってきました。なので、まあ、私も間違えてるところ、ね、まあ、実際あるんですけれども、まあ、それも、ね、まあ、恥を忍んでそのまま持ってきたので、まあ、こんな風に検討したんだっていうのをぜひ見てください。はい、で見ていくと A 氏 B アザ
八幡184番1、まずこれが本件土地ですよというのが分かります。で、所有者春野朝子というふうに書いてあるので、まあ、この登記されているということが分かる、この土地の表題部所有者か所有権の登記名義人ということなんでしょう。じゃあちょっと先にその本件土地の登記記録、はい、見てみると、この実際問題の26ページにこんなふうに登記記録が出てきてますね。はい、春野朝子、はい、所有権の登記名義人だということが分かります。じゃあ本件土地について申請する登記、ね、それが分かったら申請人になるのはこの人だな、ね、これは間違いなさそうです。はい、そして引っかいの調査に関する相談、はい、これ何言ってるんだろうということで、まあ見ていくと、はい、下に注意書きが出てきて、はい、こんな風に本件土地と183番1の土地および185番3の土地との引っかいは春野朝子からの相談時において明らかでない、はい、まあ、このあたりがちょっとポイントになってきそうですね。はい、でそんな風に見ていくと、はい、まあ調査図素図も若干ややこしい感じ、ね、が見えてきます。で実際にこの後読み進めていくと、本来の引っかいはここだったんだっていうのが出てきます。なのでまあそれを読んで、まあ、実際に書き込んじゃう、ね、まあ、そんな風にしていくといいのかなというところ。で実際今回求めなきゃいけない点っていうのは、まずこの P 点、これ引っかい点じゃないんだけれども、これを出して、でこれは放射点計算でもうすぐに出すことができるので、これを使ってこの J と、それからここね、ちょっとややこしいですけれども、この拡大図のところの I 点、ね、まあ、実際回答として求められているのはこの2つの点でも、さっきも言った通り簡単な、まあ、交点計算だっていうことがわかるわけですね。だから P 点の放射点計算、これが出せなかった人っていないと思うので、あとはもうこの B 点 C 点、この196番の土地との境 B 点 C 点というのは、これは Y 軸に平行な直線だということがわかる。でそれに直行する、垂直に交わる直線との、まあ、交点ですよ。で P 点を通るっていうことは、まず J 点に関してはこれ、まあ B とか C の X 座標と、それから P 点を放射点計算で出して P の Y 座標、もうそれがそのまま J の座標値ということになってしまう、ね、まあ、だからほとんど計算いらずだっていうことになるわけです。でもう一点の方も、ね、I 点の方もこれはやはり簡単な交点計算で出るよ、ね、なので、まあここをしっかりと落ち着いて読み取れたかっていうのが、まあ、一つのポイントになってくるのかなというところです。はい、であとはもう計算不要なので、まあ、読み取りで散布で分筆というのが読み取れて、そしてこの部分ですね、雑種地に変わっている、だから一部地目変更分筆登記、こんな風にきちんと読み取れれば、一つ一つ読み取っていければ、まあ、得点はね、積み重ねていけるのかなというふうに思っています。はい、なので、まあ、座標値ね、ここ出てしまえば、もう面積、3筆分全部出るので、まあ、ざっと書いて、そして雑種地に関しては、まあ、波数処理のところ気をつけるように、こんなふうにね、まあ、私はやって実際に回答しました。はい、で、まあ、こんなふうに、土地の問題だけれども建物があってでも取り壊し済みとか、あとは車庫とか居宅とか倉庫とか、こんな風に書いてあって、ね、まあこれは令和2年の、ね、まあ、ちょっと五輪松子という人がね、新選人になった建物の問題の再来か、ね、こんな風にもちょっと思いましたね。いやらしい問題だったんではないでしょうか。はい、ではちょっと次のページ見ていきます。はい、実際座標値は I と J、 前提として P 点、これね、求める必要はあるけれども容易な方だというふうに思います。はい、そして記述穴埋めに関しては、はい、ここですね、まあ、引っかいのまず定義というのは、これは暗記してくださいということを私は申し上げてきました。で今回聞かれているのは、まあ、引っかい特定についてです。
で、まあ、そもそも筆解というのが表題登記がある一筆の土地およびこれに隣接する他の土地、これはもう123条第1号にも出てきますよね。で、この他の土地一筆は登記がなされていないといけないけれども、もう一筆は未登記でもいいんだよ、そんな話をしました。はい。で、その筆解特定というのはまずその位置を特定すること、でも必ずしもその位置というのが特定できないこともある、ね、こんな話を講義の中でねしました。なので筆解特定というのは位置が特定できればもちろんいいけれども、できない場合はその範囲、ここまでにとどまるんだ、こういったことで、まあ、ここできれば埋めてほしいなというふうに思います。ただ最低限、はい、あといいわね、入れてほしいなというところ。はい、そして問いの3で本件土地の申請書。はい、で、まあ、毎回ね、こんな風についてくる1の申請情報により申請、あとは公差の範囲内だった場合は地籍構成不要だよなんていうことも書かれています。まあ、このやり方はね、まあ、当連なんかでも皆さんやってもらってると思います。はい、そして地籍測量図、問3の申請書に添付する地籍測量図ということで、申請書とそれから図面、これ一致しているということがわかります。はい、で次にもう一個記述があったんですね。今回これちょっと無理やり入れ込んだような気がします。まあ、なぜかというと本人確認情報、これについて記述穴埋めさせられたんですね。実際私も間違えてます。はい、まず本人確認情報は、ね、面談情報、ね、そして面識がないんだったらこれは本人断定情報というのが必要です。それは皆さんやってると思います。本人確認情報の中身なんていうのはおそらく皆さんね勉強されてると思いますけれども、面識があるかないか、要は調査士とそれから申請人との間に面識があるのかないのかで本人確認情報の内容ってこれ変わってきますよね。面談情報プラス面識があるんだったら面識情報で、面識がない今回のような場合は面談情報プラス本人断定情報で、この本人断定情報の中には顔写真付きの公的証明書類だったら1つ以上で、顔写真がないものだったら2つ以上、おそらくこのあたりまでは皆さん、やってるんじゃないかなと思います。ただ今回は、まあ、択一問題ではなくてこんな風に、記述で出てきたので、まあ、ここはねちょっと難しかったかなと思います。もう自分でも間違っちゃってますからね。はい、まあ、所有権を有する登記名義人なんていう風に私書きましたけれども、まあ、申請権限を有する登記名義人、まあ、これが正解でした。全部入った人は素晴らしいなという風に思います。はい、まあ、なので、まあ、半分できればいいのかなという風に思ってます。はい、そして注意書き、はい、見ていくと分筆後の地盤の振り方ちゃんと指示があるのでこの通りに振らないとダメですね。最も東側の土地を184番1としてその残りに関しては184番3から、東側から順に不番、この通りに振っていかないと当然これは減点だというふうに思ってください。はい、いいでしょうかね。はい、なので今回この問い5の記述問題に関しては、まあこれは択一とそれから建物の問題、まあ、その難易度の調整といった形でこれ無理やり入れ込んだのかななんていうふうに個人的には感じています。あくまでも木村個人の感想です、そうすることで全体のバランスを考えたのかな、それによって土地は9ページなんかになっちゃったのかな、まあ、こんなふうに、まあ、個人的には思います。はい、で25ページ、はい、聴取記録の概要を見ていくとここで、地目なんかは真ん中の部分、その部分だけが雑種地になってで両サイドは宅地のままだねなんていうことがこれ読み取れていきます、なので一部地目変更分筆登記で、もちろん一部地目変更分筆登記だったとしても分筆前の地籍の相当性というのは確認しなきゃいけないので地籍出して、
今回問題なく誤差の範囲内だということが確認できます、ね。まあ、きちんと読み取れてここまで確認できた人はもうこれは、ね、かなり高得点が取れたんじゃないかなっていうところですね。はい、で一部地目変更分泌登記の申請書なんていうのはもうおそらく書き慣れてると思いますし、あとは、まあ、直前講座なんかでも、まあ、今年これが怪しいなんていうことは私もねずっと言ってまいりましたので、まあ、これはきちんとね読み取れたら書けるはずです。はい、そして27ページ、はい、ここで結構ねびっくりしたんじゃないでしょうかね。はい、ただ正直まあいろいろ書いてあるけれどもこんなのね、まあなくても問題解けるんだよっていうことで正直不要な情報かなと思います。ここのね村落農耕地域ね村落地域に属しますよということでこれで黄砂の範囲を確認できれば、まあ、正直こんなところはね特になくてもいいよ。で28ページに行って、まあ、私もねこれ見てあれなんかこの三者旧跡のここの情報って使っていくのかな一瞬思ってこんなことねやってますけれども実際これもいらないよねっていうところです。なのでこんな風に不要な情報もたくさん入れ込んでそしてまあ受験生を若干迷わす、ねまあ、こういったところも見受けられるかなというふうに思います。はい、あとは28ページの一番下の部分から境界表ですね。はい、こんな風に書いてありますけれども、まあ、たくさん出てきた時は、はい、まあ、実際に、はい、まあ、使う筆回転、ね、これをバーッとチェックしてでそこにもう書き込んでしまうと、まあ間違いなく、ね、ミスなく地籍測量図に書けるかなっていうところですね。はい、A 地点に関しては、まあ、これは、ね、境界表を設置する必要がないなんていうふうに問題文に出てきています。はい、で、まあ、これ B としているのは、まあ、私は、ね、計算するときに、まあ、ここ使わないのでもうメモリー B メモリーに入れちゃうっていうことを示しているだけです。はい、そうするとさっきも言った通り、まあ、座標値の算出に関してはもう交点計算で出てしまいますよ。はい、で J 点出たらあとは I 点に関しても、ね、これは PJ と、ね、これ P は放射計算でね放射点計算で出せますね。これ P とそれから J 結んだ直線とそれから ED の交点です、ね、ED これに関してはもう座標値そのまま与えられているのでもうこれ統計計算モードを使ってすぐに引き立てられます、ね、そしたら PJ の方はもうこれ Y イコール 293.12ね、もう Y がこの値なわけだからもうこれ Y に代入したら、ね、これ X 解けますよね。 X イコールに直して 300.13、ね、座標計算自体は難しくないかなっていうところです。はい、なのでこれを踏まえてはいレックの、ね回答をはい、見ていただくと、まあ、座標値やっぱり出したいなというところ、はい、そして記述の一つ目こことここあとい、ねまあ、この2つは取りたいかな。でここは絶対に間違えたくないですよね。はい、今回、まあ、いろんな声を聞きました。本当にねいろんな方から報告いただいてるんですけれども雑種値に変わったの分かってたのに何か普通の分泌登記にしてしまったとかそんな声も聞きましたね。はい、そして土地の表示欄、はい、さっきも言ったように、まあ、一部地目変更分泌登記が読み取れたらやっぱりここはねミスなくやりたいですね。はい、ただ時間の関係上やっぱり終わらなかったっていう声もこれたくさん聞くのも事実です。で、まあ、私講義の中でねずっと言ってるので座標値、ね、これ後回しにしてもいいんですよ。だから先に図面を書いてしまって今回のような問題はいつも土地から行く人でも途中でちょっとやばそうだなと思ったら一旦、ね、置いといてでまずは P 点出して作図できる状態までねこれ持っていってで座標値この2つ、ね、これは
戻ってきて時間が余った部分でやればいいや、ね、そうやって解いてくれたという声もこれ何人かから聞きました。で建物やって建物は意外といけた、結構時間はね早く終わった、なので残った時間で座標値、ね、これ出してで9席できるところまでやりましたよっていう声をね聞いてすごく私嬉しかったんです、ね、もうそれでいいと思います、ね、とにかくその本試験の受けている時間の中で、ね、どれだけ答案用紙埋められるか、もうこの勝負ですからね。なのでそういったやり方をきちんと、ね、やってくれた人はきっと、ね、これ合格していると思います。もちろんね番号を見るまで分かりませんけれども、そのやり方で正解だと思います。はい、ただ時間がきちんとね取れて座標値まで出せた人はここもね埋まると思います。でさっきも言ったように波数処理、ここ雑種値の部分は書いちゃったらダメですよね。計算合ってるのにここ書いちゃったっていう人いないですかね。はい、そして問い5のもう一つの方の記述も、はい、まあ1番2番ね、ここ入ればいいかなというふうに思っています。なので両方合わせてもまあ半分取れてればね、これはいいかなと思います。はい、まあ、9個ありますからね、まあだから5個を取れてればもう十分なんじゃないかなと思います。はい、そして地積測量図、はい、まだちょっとね、手書きの状態ですけれども見ていただいて、まあ、気をつけたいのがここ側溝の部分で地盤、ね、そこの地盤をちゃんと書いてくださいねということと、あとはやっぱり時間次第で、まあ、偏重に関してはもうこれは捨てちゃってもいいのかなというふうに個人的には思います。例えばいくつか、ね、偏重埋めたけど全部埋まらなかった、だったらまあ偏重は全部捨てて他のことやった方がいいのかなっていうところですね。はい、あとは境界表の種類もこれもねミスなく書けたか、1個間違えたらねもうこれは本当に全部ね、減点になってしまうと思うので、読み取りをしっかりとミスらないように。はい、あとはこれも毎回言ってますけれども幅ですよね。必ず縦と横とね X の差とそれから Y の差、一番小さい値と一番大きい値、これ比べて、でその範囲内で収まるようにちゃんと軸を取って、ね、書かないと結構はみ出しちゃったり、ね、ギリギリですからね、まあ、それがきちんとできたかっていうところポイントになってくると思います。はい、では建物の方行きましょう。問題の方に戻ります。はい、建物はオーソドックスだったと思います。もうポイントになるのは、はい、これもかなりの声をいただきました。付属建物の床面積、ね、鉄骨造、柱の外側が被覆、ここまでは読み取れたんです、ね、でも柱の外面、これどこだろう、これを間違えてしまった人かなりいます。で実際に昨年の問題もね、やっぱり間違えた、ね、そういった声を聞きました、ね、で昨年は区分建物だったんだけれども、まあ、区分の登記でした、ね、で中心管から内側線管に直す時のやはり柱の厚み、これの読み取りを間違えたという人がたくさんいました、ね、でその年昨年はそういったその部分を間違えた人、もちろん床面積も間違えますよね。各階平面図にも影響生じますよね。で、その人たちがみんなダメだったかっていうと、やっぱりそうじゃないんです。これだけ間違えた人が多い。中でも間違えた人もたくさん受かってます。じゃあその人たちはどこで点稼いだのかって言ったら、他ですよね。択一、そして土地でしっかり点を取ったということになります。なので今回建物の床面積これも間違えて、そして土地の方もかなりミスが多かったとか、もう全然終わらなかったとなるとちょっと厳しいかなっていうところ、ね、そんな風に思ってください。はい、じゃあ見ていきます。
はい、家屋番号5番さんの建物、以下本件建物、この家屋番号を見ても、それから答案用紙見てもすぐに分かりますね。幾分建物の問題だ。で、まあ今回この本件建物が幾分建物だっていうのは分かりますし、あとは区分の登記だったら、ね、まあこれ1年前も出てるので区分の登記が出ることはないと思うけれども、答案用紙も、ね、区分の答案用紙になるはずです。あとは分割とか合併もないなっていうのも答案用紙から分かります。じゃあもうこれは変更だな。こんな風にね、これは考えることができます。はい、でもう見ていくとすぐ分かるんですね。付属建物の間を増築する。はい。主である建物。ここも本当は引いた方が良かったですね。主である建物。と付属建物の間を増築するなどの工事を行った結果、主である建物と本件付属建物は接続して一体として利用できた、できる状態となった。はい。いわゆる主と付属の合体です。はい。まあ、表題部の変更登記だろうなという予想はしていましたけれども、まあ私が予想した内容ではなかった。でも、主と付属の合体。ね、おそらく皆さんやっていると思います。どこの予備校でもね、やはり書式の問題としてやってるんじゃないかな。レックのインプット完成講座でもやっていただいています。で、主と付属の合体っていうのは、まあ、そもそも合体による登記等ではないですよ。じゃあ何の登記かって言ったら、一つの登記記録の中の建物の合体、一つの登記記録の中の出来事なんだから、それは表題部の変更登記、これを申請していく。なので、この部分の登記原因日付欄、ミスなく書けたか。このあたりもポイントになってくると思ってください。落としたくないですね。はい、そしてさらに、付属新築しています。なので、新築した付属建物は、まず符号2がつく。これもポイントです。で、今回申請書を書くにあたっては、この主と合体した付属建物符号1と書いているので、まあ、おそらく申請書には符号2というふうに触れたと思います。ただ図面の方に行くと結構やらかす人多いんですよね。ちゃんと申請書符号2の付属建物符号2としているのに、図面の方に1って書いてしまう。そんな失敗した人いないですかね。はい。で見ていくと、まず記述の一発目、はい、ここですね。ここの内容が穴埋め、はい、ここは入れてほしいですね。はい、公用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り、はい、私ちょっとこれ怪しいですね。一個として、ね、正しくは一個の建物としてが正解です。ね、ちょっとバツかなというふうにね、自分でも思っています。一個の建物として取り扱うことを規定している。しかしそれぞれの建物の、はい、所有者が異なる場合、それは一個の建物として登記することはできない。それはそうですよね。それがここで、ね、和田玲子さんという人が、まあ、個人の名前で今回本件建物の所有者ですけれども、株式会社中山時計店、はい、でもこの代表取締役は和田玲子さんだとしても関係ないですね。はい、株式会社中山時計店が本件車庫を新築したんだったら、この法人の名前、ね、これで登記するという話になるので、付属にすることはもちろんできませんよっていう話になってきます。はい、そして32ページの方に行くと、もう一個記述が出てきました。はい、まあ、これはなかなかちょっと厳しかったのかなと思います。はい、まあ、ただ民法を結構勉強しましたよという人は、逆に調査士試験関係なく全部入りましたっていう人もいるかもしれない。はい、不動産の所有者はその不動産に住として符号した物の所有権を取得する。ただし権払によってその物を付属させた他人の権利を妨げない。はい、まあ、ここは全部入らなかったという人も、まあ、特にね、他がきちんとできていれば合否に直接影響はないかなと個人的には思っています。調査士試験の、まあ、記述としてはなかなか難易度高い方です。はい、
で、図面に関しては今回ちょっと新しいパターンですね。主である建物の1階については記載することを要しない。はい、主である建物の1階書かなくていい。ってことは2階は書け、2階だけ書けということか。はい、でもうちょっと注意書きに細かく書いてあります。はい、4番のところ。はい、今回親切でね、分かりやすく書いてくれてますね。建物図面に記載する距離、小数点以下第1位までを記載。はい、だいたい建物図面第2位まで書いてますよね。でもこの波数処理の仕方も令和2年の五輪マツコの時と同じです、ね、今回2度目なのでまあきちんとね読み取れるんじゃないかなと思います。ここの注意書きでも太字部分で強調してくれてあるし、そして、ね、建物図面各際の、まあ、見取り図の方も1位までですからね。はい、まあ、今回は、まあ、ミスしないかなと思います。はい、そして正し書き、1階以外の階層を表示する場合における1階の位置の表示を省略することはできない。はい、なので2階部分書くときに1階の形状を点線で書きますよね。それは省略できないよと言っています。はい、きちんと書けたでしょうか。はい、そして33ページ。はい、これもやっちゃったという声がね、ちょっと多かったところですけれども、この概略図見ると、この土地長方形に見えますよね。なので、時間がなくて土地に時間持っていかれて、急いで建物図面作らなきゃ。これは簡単だと思った人も、はい、ここ見ていただくとわかります。ここ長さ違うんですね。ってことはこういう状態です、ね、なので長方形だと思い込んでしまった人は建物図面結構原点がね入ってくるんじゃないかなと思います。はい、なのでまあ書き方としては土地書いてで主である建物書いて、ね、でまあ符号2の付属建物書く、まあこれが書きやすいのかなというふうに思います。はい、いいでしょうか。はい、あとは34ページの見取り図利用して床面積の計算。はい、でポイントはここですよね。新築した付属建物、この修正、ね、今回床面積は 20.00 平方メートルです。なんで縦が4メートル、横が5メートルになってるのか、次のページに出てきますね。はい、本件車庫、はい、三角部分の構造図ということで、今回この胴縁っていうのがこの間に入っています。まあこれ建物の強度高めたりとか、あとは湿度保ったりとか、ね、まあ、そのためにこの見取り図のように、まあ、柱の外側にまあこんなかますねものです。で今回前のページの数字はどこ測った数値なのかって言ったら、ここに注意書きの8番図3、前のページの、ね、この距離は胴縁の中心からのものですよ。胴縁の中心ってどこなのか。はい、まあここですね。ここが中心です。胴縁の中心。今点線で私マーカー引いてありますけど。はい。で実際にこの建物、注意書きの9番で、鉄骨柱の外側は胴縁と被覆材により被覆。ということは柱の外側のみ被覆されているっていうことですよね。内側は被覆されていないっていうこと。だから柱の外面間の距離で床面積は算定していかなきゃいけない。じゃあ柱の外面ってどこなのか。はい、これが鉄骨柱です。はい、いわゆる H 鋼なんて言われますね。この H の形している。これが柱です。はい、そうすると柱の外面ってここです。緑で実線でマーカー引いたこの部分です。そうすると図の3の数値というのは胴縁の中心、
で測ったものですよというふうに書いてありました。なのでこの中心から柱の外面ってここです、ね、これを両側分引いてあげなきゃいけないっていうことになります、ね、だから 0.05、0.05 結果的に 0.1 ずつ引くことで、はい、この数値になりますよね。はい、なのでまあおそらくね、それ聞けばまあもちろんわかるよ、でも柱の外面がどこかわからなかったんだよっていう声がね聞こえてきそうですけれども、まあこの部分をきちんと読み取れたかっていうところがまあちょっと大きなポイントになっちゃいましたね今回。はい、でここをミスらなければあとはもう主と付属を合体したことによる変更と、それから付属を新築したことによる変更、ね、これで申請書に関しては書けるかなっていうところです。はい、でまあ今回合体したことで居宅として利用されるようになったっていうことは、はい、合体後は居宅ですよ。はい、そしてこれ合体させたことでまあここ2階構造も変わる、ね、床面積も当然変わるということで、種類も構造も床面積も全部変わるな。はい、ちょっとね回答を持ち帰りたかったのでこんな風にも自分で書きました、ね、1、2、3これ全部の符号をちゃんと触れたか、ね、で日付間違わずに入れられたか、種類構造変更、そして増築および符号1の付属建物合体、ね、で申請書書く上ではこれがあるからここちゃんと符号2って触れたと思います。ね、でも図面の方にもちゃんと2が触れましたかっていうところ。はい、なので回答の方で見ていきましょう。はい、建物の回答に行きます。はい、このページはもうねミスなく行きたいですね全て。はい、で今のところね、符号に新築した建物の床面積をミスってしまったという声は結構聞きます、ね、なのでここをミスってしまった人は宅一等土地である程度取れていることを私は願います。はい、そして穴埋め、はい、問いには入れたいですね。はい、問い3はいいかなと思います。なのでまあ今回土地に関しても建物に関しても記述は半分ぐらいできていればまあ十分かなと思ってます。はい、そして各階平面図、はい、1階はいらないよということで2階に関しては、はい、これは必要ですよ。この2階の形状だけ書いた人はもちろんダメ。はい、そしてここですね、符号2の付属建物、ここ1としてしまった人いないでしょうかね。はい、で最後建物図面、はい、ここを符号2とできたか、そして東側の道路との境、ね、ここをきちんとかけたか、ね、あとは配置距離の波数処理、小数点以下第1位まで、ね、これもきちんとかけたか、ね、こういった細かいところの減点が積み重なると、ね、これ大きくなっていっちゃうかなと思います。はい、なので今回は全体を通してやはりちょっと厳しいことを言うようですけれども、合格点はかなり上がってくるんじゃないかなと思います。土地に関してもさっきも申し上げましたけれども、やはり取れてる人はある程度取れてるんですね。でかなり高得点が取れている。で択一は、択一の解説でも申し上げましたけれども、やはり、基準点かなり上がってくるんじゃないかな、15は超えてくるんじゃないかなというふうに思っています。なので、まずは基準点超えたか、そして、まあ、ギリギリで超えたとなると書式かなり完璧が求められるかな、そんなふうに思っていただきたいと思います。はい、なので、まずはやはり年明けの、まあ、番号を見るまでは、まあ、いけるかなって思ってる人も全く安心はできないと思います。そして、まあ、今回やはり手が出なかったなと、ね、思っている人は早い段階から学習は始めてください。でぜひ利用していただきたいのが、
択一の速報でもねご案内しましたけれども、毎年結構 ご好評いただいてます、ね、この11月26日の詳細解説会、ね、ここでいろんなお話がまたできると思います。そして個別相談なんかの枠も設けていますので、電話相談、それからあとは、ね、来校相談、どちらもお受けできますので、ぜひご予約の方をしていただいて、実際に、ね、生の声を聞かせていただければなというふうに思います。そうすると、まあ、来年に向けて、まあ、どんな学習が必要なのか、こんなことも、まあ、ご自身に合ったアドバイスが、ね、できると思いますので、ぜひ活用してください。はい、まずはね、本当に本試験お疲れ様でした。1週間ぐらいは、ね、体と心を休めていいんじゃないかなと思います。ただその先はぼちぼち勉強を始めてください。せっかく勉強癖がついている、それをゼロにしたくないです、ね、なのでぼちぼちでいいから必ずね始めていってください。はい、ということでこれで本試験の記述式問題解説会、これで終わりにしたいと思います。本当にお疲れ様でした。